え今日はですね最近話題となっている家計学園の問題とですね一見何の関係もないと思われる対米追従の問題をですねまあ、取り上げたいと非常にニュース解説としては深い内容を持っております家計学園の問題はですね一番大きな問題が文部科学省が持っている大学の認可権というのが、まあ、現在の日本に必要なのか合理性があるのか 悪の温床になってないのかという点が第一ですね第二が、えー、首相官邸と文科省が意見が異なったときにどっちの意見を取るべきかこれは民主主義の問題ですから普通に考えたら選挙の洗礼を受けている、えー、首相官邸の方がですね、えー、文科省に命令できると、まあ、考えるのが普通だと思いますそれから三番目が小さな問題として、まあ、安倍さんの友人関係の問題があると まあこれが大きいいいだという人もいますけどね、えー、これは一つの問題はあのその2番目の問題ですね民主主義で選挙で選ばれた人が、えー、まあ首相につきその首相が指揮する首相官邸がですね全体の行政を左右すると、まあ、いうのはま、まあ、ことにまともなことですね。えー、自由民主党に意見の違う人もですね民主主義ですから一旦自由民主党が政権を取れば 自由民主党自身は議会ですからね、えー、あの立法府なんですけども、まあ、それに基づいて行政の長を立法の最も、えー、力のあるところがやるというのが日本式なんですね。えー、とアメリカではですね時に、えー、と議会は民主党であり大統領が共和党であるとつまり行政と立法っていうのを全然別に選挙をするわけですが、まあ、日本の場合はですね 内閣総理大臣は第一党から普通は出ますんで行政と立法が同じであるとこれはまあ国民の意思だと考えられてるわけですが現在のテレビの論調なんかを見ますとですね何か逆で選挙で選ばれた首相がなんか事務次官に支持をするとは何事かというような あの、経過をたどっております。これは実は長いですね。歴史ではですね。外務省というのがあってですね。まあ、例えば、田中角、栄首相がロッキード事件で辞任をしました。それから、金山新さんっていう。まあ自民党の大物がですね。北朝鮮外交でえー、まあ辞任をしました。で、これはもちろんその普通に考えたらですね、えー、その。 田中核栄が少し5億円もらったとか金,山金,金室信が何にしたということになるんですけどもこのタイミングを見ますとですね今度の安倍首相の家計学園と一緒になんですけども政治家にはいつも傷があるとその傷をですね朝日新聞とかまあなんとか新聞がですねあらかじめ取材してあるんですね。それでそれはどうして取材するかっていうとですね 今度の加計学園の問題で分かりますように文科省から情報が新聞に流れるんです今度の場合朝日新聞ですねで朝日新聞が当確の準備をするわけですね <laughs> 今度の場合は去年の2016年の11月頃決定された内容についてしかも今年2017年の1月に <laughs> 問題となった前川事務次官がですね えと天下りの問題で、えー、辞任するさらに3月の末には処分が行われるというのをずっと過ぎて6月頃になってですね憲法改正の色が表に出てきたそれから、まあ、あの稲田前防衛大臣のヘマが随分ある、まあ、そのほかにも自民党のいろんな人がヘマをするその機に乗じてですねバッと出てくるんですね。 これはあのロッキード事件の時の田中首相のスキャンダルもそれから北朝鮮問題の時の金丸新さんのスキャンダルもえ官僚側から出てくるんですね。それで今度は文部科学省側から朝日新聞に流れたわけですが今までは例えばロッキード事件バッと出てくるんですよ。スキャンダルがバッと出てくるわけですね。それをまあ猛烈にテレビなんかが拾って騒ぐわけですね。 その結果、えー、その当事者の政治家が辞任に追い込まれるわけですね。これは、えー、あれなんですねあの日本のおそらく外務省が対米追従の外交を進めようとするしてるのにそれに対して反対の政治家が出てきたらそれを落としてしまうということですね。よよくあの言われますよね、えー、誰,誰が アメリカからあの言われて降りたとかいうこと言われますねだけど日本は独立国ですしアメリカから言われたってアメリカからどこが具体的に言ってるんだっていうことなんですけどまあ、簡単に言えば、えー、官僚とメディアの連合体なんですね <laughs> よくアメリカでですねその産学連携あじゃあかんか産官複合体という風に言いますね産業と まあ兵器を作ってる産業と軍との結託した力こういう点で言えばですね、まあ、情報と官僚が結託した連合体なんですよねそれでやられちゃうわけですねそれからあの消費税もそうですね消費税もこういうふうに言われますね民主新党、まあ、前の民主党ですが民主党政権がえ実はその財務省にごまかされたっていうんですよ。 圧力を受けたわけですね。それであの民主民主党が消費税の8パーセント上げまあ、えー、具体的には5パーセントから8パーセント上げたのは安倍首相の時に上げたわけですが、三党合意が成立すると。じゃあ減税を言ってた民主党がですねなぜ減税から増税に180度転換したかというとですねもちろんこれは民主党の政治家の 信念がなかったわけなんですけどもその裏でやったのがやっぱり財務省だと言われてるわけですね財務官僚に押し切られたと言いますね安倍さんもあ財務官僚に押し切られたで今度安倍さんを落とし力を落としとくと消費税は8%から10%になるでしょうねこうなりますとねその時に必ずメディアはですね官僚側につくんですよ つまり官僚っていうのは正体が分かんないもんですからね官僚側に必ずついて政治家を陥れる情報を流すんです情報をかけて流しているのは私はおそらくえ財務省であり今度は文科省今度は,はっきりしてますね文科省でありそれから外務省だったと思うんですねそうしますとですね日本は一応形上はえ民主主義なんですけどもまず選挙は小選挙区制で 憲法の言う政治家を選ぶことができない党しか選べないまして比例代表なんていうのはですね全く憲法違反であるそれに前から言われている官僚主導ですね何回も何回も政治主導だ政治主導だっつって失敗し官僚に抑え込まれているこの官僚主義官僚の方が政治家よりか偉いんだ日本は民主主義の形を取ってるけど民主主義じゃないんだと。 まあいうことを現現にに実現してるのののががメメデディィアアななんんでですすねねそ乗国民だからやはり日本国民がですね、えー、メディアっていうのは日本国民が変われば変わりますんで日本国民がですね例えば家計学園のことで安倍さんの友人関係をやってたらいやそれ違うよとそんなニュース聞きたくないよと家計学園の問題というのは文科省の認可権限の問題じゃないかと。 こういうふうになればですね文科省はこれを騒ぐと自分たちの認可権が失われるので引くんですよ。ところが安倍さんの時も田中首相の時も金丸新さんの時ももっといろんな例があるわけで消費税の時もですね。結局政治が動いて何かをしようとすると官僚が自分の気に食わなければ,気に食わなければそこで出てきてそして 新聞にデータを流し新聞テレビがそのキャンペーンを張りそして目的を達成するという、えー、殿様がメディアと官僚に変わっただけと民主主義は実はもっと遠くにあると、まあ、いうことで、まあ、現在の、えー、日本が動いてるそれが家計学園であり、まあ、今 TPP とかそれから北朝鮮の問題なんかもですね えー、アメリカ追従になるのはやっぱり外務省が後ろでやっててそれをこうずらすと「お前、うん、メディアの力で落とすぞ」というふうに落とすんでしょうね私はそう思います。